こんにちは、池田しおりです。みさきです。はい、今日は、こいえさんのちょっと幼い顔の人に向けてのちょっと色っぽく見えるようなハイライトの入れ方をやってみました。はい、どうでした？めっちゃ簡単じゃなかった？うん、なんかここだけでいいんだって思いました。そうなんです。そうなんです。いろんなところにあちこち入れるんじゃなくて、今日はこの薬指一本でポイントポイントでちょっとハイライトをこのクリームっていうのを生かしてこうポンポンポンってのせてるんですけど、ぜひ見てもらいたいので、まあ、クリームハイライトをお持ちの方とか塗り方わからない方、ちょっと色っぽく艶を出したい方、ぜひ参考にしてもらいたいなと思います。はい。それでは動画スタート。こちらを使ってハイライトを入れていきます。まず薬指にしっかりハイライトを取り、のせたいところに置いていきます。まず眉頭の上で、鼻筋の先で、目と鼻の横のくぼんだところ、で鼻の先少し長めにで、ほっぺの内側で、口の上です。で、顎の下に入れていきます。まあ、こちらが塗り終わった状態です。で、その後でなじませていきます。まず顔の中心部に光を集めてくれるので、ここに入れることによって、まあ、立体感が生まれます。で、鼻筋も全部伸ばすのではなくて、上と下のみで大丈夫です。で、目の横もしっかりぼかしていきます。で、ほっぺの部分なんですけど、全体を今日は伸ばすのではなく、これも内側のみハイライトを入れて伸ばしていきます。唇の上もしっかりなじませます。顎もなじませます。はい、こんな感じで仕上がりました。今日は、ちょっと幼い顔の人向けに色っぽく可愛く見えるようなこの3の、ハイライトを顔に入れたんですけど、まあ、クリームハイライトを中心に置くことでちょっとシャープなメリハリ顔になってくれるので、ぜひ、まあ、ハイライトの入れ方とかちょっと幼い顔を気にされてる方は参考にしてみてもらいたいなと思います。さよなら。